はまこです、シンガーソングライターやってます。趣味でずっと地元で歌ってて、でそこでスカウトされて上京してデビューしました。ライブでみんなの目がキラキラしてるとき、一つになれたなって感じてたときです。歌を歌うときに大事にしてることは、ライブだったらそのグルーヴ感も大事だけれども、CG と同じじゃんっていう感動も同時に与えたいので、そういうところを気をつけてます。あ、行きます。頻繁には行かないんですけど、たまに行きます。よく歌う曲はですね、恋に落ちて、歌詞はよく寝る前に結構思ったこととかババって書いちゃうんですけど、基本寝る前が多いかな。あと出先とかフレーズが思いついたらトイレ行ってメモしたりとかもします。今スマホですね。結構紙とペンだと改まっちゃって、フリック操作でやる方がすぐ書けます。結構前回のアルバムとかだったらキスっていう言葉を結構使ってて、あと二人とか結構出てくるかもしれない。最多ワード、胸の奥胸の奥なんだろう、あ、好きかな。あ、イマジネーション、歌詞が浮かばないときは結構リフレッシュしますね。景色見に行ったりします。あ、でも全部実体験で、思いのまま感情を書くので、曲作りの時にその言いたいことがありすぎてこうふわりにはまらなかったりするときにすごくつまずくことの方が多いかもですね。これどうやって変換しようっていうか、はい、なるほど。役立ってますね。ラブソングしか書けないなっていう風になったのは、その消化するところが僕は歌しかないので、全部歌に投影してるので、こうやって8割実体験で2割は妄想が入ってて、この人とこうなればいいなとかっていう妄想で書いたりもしますね、はい。例えば片思いだったらそれが実る恋だったりとか、もう実っててもその歯がゆい時の場面をずっと描き続けたりとかっていう片思いの曲作ったりとかもあります。映画だったら君にも物語とか泣きましたね。結構映画もラブストーリー結構見るんですけど、あれが一番好きかな。あ、あります、あります。だから自分が年老いた時にどれといるのかなとか、でもこの人だったらいいなとかっていう、すごい深い思いになって歌詞書く時もあります。失恋、新しい恋に出会うまで今やるべきことやって、新しい恋が来たらそっちに突き進んじゃいます。あ、優しい人です。あと男らしい人が好きです。今回はですね、まず曲調から言うと、初めてアップテンポな曲でシングルでトライしてみたんですけど、でずっとこの曲をシングルにしようと思ってて、で背景もラブソングなのはブレス変わらずで、今回恋人同士っていう背景にしていて、結構誰が聴いても、あ、こう大切な人が思い浮かぶようなラブソングになりましたね、はい。これはですね、久々に電車に乗った時に改札でバイバイを惜しむカップルがすごいたくさんいて、でそれをこう見てて、あまこもこういう時代があったなって思って、それをね2番の歌詞に書きました。あ、もういろんな時に聴いてほしいです。で結構アッパーで一回聴いただけでちょっと耳に残るようなサウンドになってるので、海行くときに聴いてほしいし、フェス行くときも聴いてほしいし、
あの好きな人がいる人もいない人もたくさんの人に聞いてほしいです。やっぱりマコのラブソングがいいよねってこう言われるようなあのアーティストにどんどん成長していきたいなと思ってます。そうですね、全国ツアーこの間終えて秋にもう一回全国ツアーあるんですけど、それが少しずつ規模が大きくなってて、やっぱり武道館とか大きいところでライブしたいなっていう夢もありますし、あともっと多くの人にこのラブソングが届けばいいなと思ってます。